ちぐさ総一郎、ちろう。ちぐさ総一郎、ちぐさそうい1944年2月3日対、は、関西テレビ放送顧問。メディアプルポ代表取締役会長。兵庫県出身。紅葉学院高等学校。慶応義塾大学文学部卒業。慶応義塾大学野球部出身。愛称は、シーチャカ。1969年入社。同期には、 クワハラ平、現在、フリーアナウンサー。杉山和夫、現在、フリーアナウンサー。上沼真っぴ元、制作局長で、上沼恵美子の夫。報道局、スポーツ局などを経て、制作部。1986年に、深夜の人気番組、エンドレスナイト、以下、エンドレス、EN のプロデューサーとなる。番組では、シーチャカのあだ名で、人気者となり、 番組にもたびたび出演し、エンドレスに、シーチャカありと言われるほどになった。1988年、エンドレスの担当から外れ、数々のテレビ番組のプロデューサーを務めた後、スポーツ局に移動。大阪国際女子マラソンでは、人頭式を取り、スポーツ関連イベントを数多く手掛けた。2000年事業局長、2001年営業局長、2003年、 専務取締役を経て、2005年7月より、代表取締役社長に就任。関西テレビの歴代社長はこれまで、大株主の阪急電鉄、産経新聞社、富士テレビ出身者が務めることが多いが、関西テレビから、生え抜きの社長が誕生したのは二人目である。発掘。あるある、大事件2の鉄造事件によって、 代表取締役社長を2007年4月3日をもって隕石辞任し代表権を持たない取締役に降格。同年6月に取締役を退任し相談役に就任。この件については口述する。2008年6月23日に相談役を退任し、顧問に就任した。また関連会社である メディアプルポ代表取締役会長に就任した。他。2007年1月7日放送の発掘。あるある大辞典2第140回食べて痩せる。食材 X の新事実、納豆ダイエットについての番組内におけるデータ、鉄像問題の責任をとり、1月20日、大阪市内で山本博士専務取締役らと共に視聴者らに、 謝罪した。この謝罪会見の模様が、関西テレビ、FNN を筆頭に、各局のニュースで放送された。1月23日付で、同局では、発掘。マイナスの放送を打ち切るとともに、ちぐさの役員報酬の30%を3ヶ月間カットしたほか、他の役員3人も、報酬カット及び広角、制作局長ら3人が解任。 編成局長ら3人も、検責と、それぞれ社内規定に基づいて、処分を決めたが、処分が甘すぎるなどといった批判も出ており、1月27日の会見で、調査委員会の調査結果次第で、自らの身体についても考える意向を示した。また、1月28日から4月1日まで、各3回、自社放送検証番組、月間間テレビ表。 関西ローカルに自ら出演し、改めて視聴者に謝罪した。なお、あるある、鉄像問題については、1月29日に発足した、外部調査委員会、熊崎勝彦委員長の3月までの調査によると、問題となった、納豆以外にもさらに鉄像やデータ改ざん、不適切な放送があったことが数件判明。事態を重く見た日本民間放送連盟。 民放連は3月27日に緊急対策委員会を開き、放送会全体に対する信頼を失墜させた広瀬道貞会長として関西テレビを民放連から除名する処分を決定。また3月30日には総務省より総務省名による警告という行政指導による最も重い処分が課せられた。また4月3日22時 -23。 礼休二一連の事件の検証番組、私たちは何を間違えたのか検証、発掘。あるある大事件が、フジテレビ系列27局、テレビ宮崎以外で放送され、番組冒頭に、ちぐさが出演し、改めて視聴者に謝罪したほか、この日をもって、社長を辞任する旨を発表した。なお、 4月2日に関西テレビ本社で行われた2007年度新入社員の入社式で、ちぐさが新入社員への訓示で、鉄造問題に触れ、このような問題を起こしながら、皆さんに訓示を述べることは心苦しいが、だからこそ放送人としてのあるべき姿を十分に認識していただきたい。1日も早く、新生関西テレビのために力を貸していただきたい。 番組で失った来は番組で取り返していただきたい、と述べ、再発防止と信頼回復を誓った。翌日4月3日の臨時取締役会にて、4月4日付で代表権を持たない取締役に降格することを決定。代表取締役の公認には、片岡正史常務が選任された。テレビでは前日の検証番組の冒頭で発表したが、 鉄道事件に関与していないことが、社長就任の決め手となった。2005年11月より、CS 放送チャンネル、関西テレビ、京都チャンネルにて、復活。エンドレスナイトと称したルビー RBEN、RB ルピア、ルピア RT、エンドレスナイト、RT ルピア、ルピア B の再放送、ダイジェスト版を、週4回放送していた。2007年1月20日、 25時30分からしばらく放送をお休し別番組に差し替えしていたが3月3日放送より再開した2009年4月をもって関西テレビ京都チャンネルが閉局となったため放送を終了したエンドレスナイトの再放送がされているもののちぐさの出演部分や名前表示スタッフロール末尾やシーチャカの文字列などイラストコーナーでのちぐさをネタにしたイラストは カット、一部在庫処理された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。